デビッド・ロバート・ジョゼフ・ベッカムは、イングランドの元サッカー選手。元イングランド代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2013年に現役を引退した。MLS ・インテル・マイアミ CF の共同オーナーを、務めている。FIFA 最優秀選手賞では2位に2度選出され、2004年に、初めて最も収入を得たサッカー選手となり、イギリス人として、 初めて UEFA チャンピオンズリーグ100試合出場を達成した。2000年11月15日から 2006FIFA ワールドカップまで58試合でイングランド代表のキャプテンを務めた。その後も代表に選ばれ2008年3月26日に行われたフランス戦で100キャップ目を記録しフィールドプレイヤーとしては最多の出場数を誇っている。 1999年にスパイスガールズのビクトリア・ベッカムと結婚した。1975年5月2日、ロンドン北東部に位置する下町レートンストーンに、廃漢校の父デイビッド・エドワード・ベッカムと美容師の母、サンドラの間に長男として生まれた。後に、一家はさらに北へ行ったチングフォードに引っ越し、ベッカムはここで少年時代を過ごしている。兄弟は、 姉のリンと妹のジョアンがいる。ベッカムの母方の祖父はユダヤ人であり、ベッカムは自身を半分ユダヤ人として言及し、自助伝には多分私はどの他のどの宗教よりユダヤ教との接触が多かっただろうと記述している。2007年のインタビューでベッカムは以下のようなことを話している。学校で先生たちが大きくなったら何になりたいの と聞かれるたびに、サッカー選手と答えていた。すると、どの先生も、いえ、実はどんなお仕事がしたいかを聞いているのだよと、言われてしまう。でも俺は将来サッカー選手になりたいとだけ、考えていた。1982年に、地元の創設間もないリッジウェイ・ローバーズに入団。 ベッカムは3シーズンで115試合に出場し101得点を挙げ、1986年にはウエストハムユナイテッド FC から誘いも受けたが、時期尚早との判断で最終的に6年間在籍した。並行して学校での試合にも参加し、ベッカムは地区と州の代表に選出されている。また1985年と1986年に、 ボビー・チャールトンが主催する全国規模のサッカースクールに参加しており、1986年には実施された技術テストでロンドン地区で優勝し、マンチェスター・ユナイテッド FC の旧練習場とオールド・トラフォードで行われた決勝戦では過去6年間での最高得点を挙げ優勝した。ちなみに入賞の賞品はバルセロナでの2週間の合同練習であった。 ロンドン北部のいくつかのクラブから誘いを受け、近所のトッテナムホットスパーの養成スクールにも毎週月曜日に通っていたが、1988年5月2日にマンチェスターユナイテッド FC の学生巡回員となり、1989年8月に晴れて学生会員となった。1991年7月8日に契約金29.5ポンド。 週給10ポンドの手当てで練習生の契約を結んだ。1992年5月、練習生1年目の17歳以下の選手が中心に構成されたチームは FA ユースカップを優勝。当初はフィジカルに難があったベッカムは外れていたが、最終的に右サイドハーフを担当していた、キースギレスピーが前線へ移動したことで、出場機会に恵まれ、 決勝のクリスタルパレス戦のセカンドレグでは一得点を上げチームの優勝に貢献した。翌年の同大会も決勝まで駒を進めたがリーズユナイテッド AFC に敗れて準優勝。同時期の選手たちは揃ってリザーブチームに昇格し A リーグとセントラルリーグで優勝するという20年ぶりの快挙を成し遂げた。1992から93シーズン。 9月23日に行われたリーグカップのブライトンホーブアルビオン FC 戦に後半から途中出場しトップデビューを果たす。1993年1月23日にプロ契約を結び翌シーズンも序盤にレギュラー選手の休養に乗じてリーグカップに数回出場。1994年12月7日の UEFA チャンピオンズリーグ 第6節のガラタサライ戦に先発出場すると、トップチームでの自身初の得点を挙げた。1994から95シーズン、経験を積むために1ヶ月間のレンタル遺跡で、当時リーグに所属のプレストンのオスエンドに加入。当時の監督ギャリー・ピーターズの指示で、フリーキックとコーナーキックを任せられ、5試合に出場し、フリーキックとオリンピックゴールで2得点を挙げた。 故障者が続出していたユナイテッドに復帰すると、1995年4月2日のリーズ戦にスターティングメンバーとして出場し、プレミアリーグデビューを果たした。ユナイテッドの監督であるアレックス・ファーガソンは、クラブの若手選手に大きな期待を寄せており、ベッカムは、ニッキー・バット、ガリーとフィルのネビル兄弟らと共に、1990年代にファーガソンが連れてきた。 ファーガソンの日などりと呼ばれる選手たちの一人であった。1994から95シーズンを最後に、ポール・インスや、マーク・ヒューズ、アンドレイ・カンチェルスキスといった、経験豊富な選手がクラブを去ったが、ファーガソンは、スター選手たちが移籍した代わりに、他のクラブの有名な選手を獲得するのではなく、クラブの下部組織出身の選手を代わりに起用することを決めたが、 多くの批判を招いた。ベッカムはゴールを決めたが、開幕戦でアストンビラ FC に1から3で敗れ、アランハンセンの子供ばかりでは勝てないという言葉に象徴されるように、多くの者がリーグでのユナイテッドの苦戦を予想したものの、その後6連勝をし、若手選手たちは高パフォーマンスを披露した。ベッカムはすぐに、 右サイドハーフのポジションをつかみ、FA カップ準決勝のチェルシー FC 戦でゴールを決め、決勝戦ではエリック・カントナのゴールをアシストするなどの活躍をし、クラブのリーグと FA カップのタイトル獲得に貢献した。ベッカムが初めて獲得したタイトルは、新年まで10ポイントの差をつけられていたニューカッスル・ユナイテッド FC を逆転して得たものであった。 マンチェスターユナイテッドで、レギュラーとしてプレーし、活躍もしていたが、ユーロ96以前に代表に招集されることは、なかった。1996から97、シーズン開幕前に、背番号10を与えられた。1996年8月17日の、プレミアリーグ開幕戦のウィンブルドン FC 戦で、ハーフウェイライン手前から、 ゴールキーパーの頭上を超えるロングシュートを決め、ベッカムの名前は、イングランド中に知れ渡った。ベッカムは、プレミアリーグ連覇を達成したチームの不動の、レギュラーであり、シーズン終了後には、PF 年間最優秀若手選手賞を受賞した。1997年5月18日に、エリック・カントナが、現役引退を発表し、テディ・シェリンガムがクラブに加入したことに伴い、 ベッカムは10番をシェリンガムに譲り、カントナがつけていた7番を背負うことになった。ファンの中には、カントナ引退後には7番を永久欠番にすることを望む人もいた。1997から98シーズンも、コースタートを切ったが、シーズン後半に失速し、アーセナル FC に次いで2位でシーズンを終えた。1998から99シーズン。 クラブは、プレミアリーグと FA カップ、チャンピオンズリーグのトレブルを達成し、ベッカムもその一員であった。ワールドカップ終了後で特に多くの批判を浴びていた時期であり、様々な憶測が飛び交ったが、ベッカムはマンチェスターユナイテッドに残留するという決断を下したのであった。リーグのタイトルを獲得するためには、最終戦で、 ホームのトッテナムホットスパー FC 戦で勝利する必要があったが開始早々にトッテナムがリードを奪ったその後ベッカムが同点ゴールを決めチームは逆転で勝利しリーグ優勝を果たした1999年の FA カップ決勝でコーナーキックを蹴る前のベッカム FA カップ決勝のニューカッスルユナイテッド FC 戦と チャンピオンズリーグ決勝のバイエルン・ミュンヘン戦は本来の選手が出場停止であったためセンターハーフのポジションで出場したチャンピオンズリーグは試合終了間際まで0から1でリードされていたがロスタイムに2ゴールを挙げトロフィーを勝ち取った2ゴールともベッカムのコーナーキックをきっかけに生まれたものであったこれらのアシストやシーズンを通して見せた活躍が 評価され、バロンドールとフィファ最優秀選手賞では、いずれもリバウドに次いで2位に選出された。フィファクラブ世界選手権のクルブメカクサ戦で恋のファールで退場処分を受けた後にも批判を浴びた。プレスの間では、妻が悪い影響を与えており、ベッカムを売ることが、ユナイテッドにとって、プラスになるのではないかと囁かれるようになった。しかし、監督は彼を支持し、 クラブに泊まることになった。1999から2000シーズン中には、イタリアのユベントスへの移籍の話があったが、結局は何も起こらなかった。しかし、ベッカムが、サッカーから離れたところから名声を得始めた、ことによって、2000年の初めからファーガソンとベッカムの関係は悪化し始めた。 2000年にベッカムはオートゲリ症に感染した息子のブルックリンを看病するために練習を欠席する許可を得たがファーガッソンは同日にロンドンファッションウィークのイベントで写真撮影をされていたビクトリア・ベッカムが子供の看病をすればベッカムは練習に参加することができたと激怒しベッカムに対してクラブでの最大の罰金を課しユナイテッドのライバルであるリーズとの重要な試合の メンバーから外した。ファーガソンは後に自助言の中でチームメイトに対してフェアではなかったとして批判し、ベッカムを非難した。しかし、ユナイテッドは記録的な差でリーグのタイトルを獲得し、ベッカムもタイトル獲得に貢献した。結婚するまで彼は何の問題もなかった。夜にはよくアカデミーでコーチをしたりと素晴らしい若者だった。しかし、 結婚によってエンターテイメントシーンへ入ってしまったことが問題だった。その瞬間から彼の生活は決して以前のようにはならなくなってしまったし、彼はそのような有名人になってしまった。サッカーはその本の一部に過ぎない。ベッカムは連覇に貢献し、1999から2000シーズンは2位のアーセナルに18ポイント差をつけて優勝し、 残り11試合を11連勝で、飾り主位を改装した。連勝中にベッカムは5ゴールを挙げ、シーズンを通して6ゴール、全公式戦で8ゴールを記録した。ベッカムは3連覇を達成した2戦から01、シーズンのユナイテッドの中心選手であった。ベッカムは、リーグ戦で9ゴールを挙げた。2002年4月10日、チャンピオンズリーグのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で、 左足の台に中足骨を骨折した。怪我をさせた選手がイングランドがワールドカップで対戦することになっているアルゼンチンのアルド・ドゥシェルであったため、イギリスのメディアの間では恋に負わせた怪我ではないかとの憶測が生まれた。怪我により、ベッカムは残りのシーズンを棒に振り、クラブもリーグのタイトルを逃した。大部分は彼への肖像権料の支払いの割合に、 ついてであったが、数ヶ月に及ぶ、交渉の末、3年間の契約延長にサインした。新しい契約による給料の増加と、広告収入により、ベッカムは、世界で一番収入を得ている、サッカー選手となった。2001から02シーズンは、ユナイテッドの選手として、ベッカムにとっての最高のシーズンであった。リーグ戦28試合に出場し11ゴール。 全公式戦42試合に出場し16ゴールの成績を残した。怪我から回復して迎えた2002から03シーズンであったが、オーレグンナースウルシャールがベッカムに代わって右サイドでプレーしており、以前のようにポジションを得ることができなかった。監督との関係も2003年2月15日に行われた FA カップのアーセナル戦後に悪化。 ドレッシングルームで敗退に起こったファーガソンがスパイクを蹴り上げ、それがベッカムの目の上を直撃し、縫合が必要な傷を負ってしまった。この事件をきっかけとして多くの遺跡の噂が巻き起こり、ブックメーカーはベッカムとファーガソンのどちらが先にクラブを去るかを対象とした賭けを始めた。チームは低調なスタートを切ったが、12月頃から立ち直り、リーグ優勝を果たした。 ベッカムは全公式戦を通して52試合に出場し、11ゴールを挙げた。ベッカムはイングランド代表ではレギュラーとしてプレーし続けており、6月13日に OB を受訓した。プレミアリーグで265試合に出場し、61得点。チャンピオンズリーグでは81試合に出場し、15得点の成績を残した。 6度のリーグ優勝と2度の FA カップ優勝、チャンピオンズリーグとインターコンチネンタルカップ、FA ユースカップのタイトルを12年間の間に獲得した。レアルマドリード時代のベッカムとチームメイトであった、時段2003年、ジョアン・ラポルタが FC バルセロナの会長に立候補した際、ベッカムの獲得を公約に掲げた。マンチェスター・ユナイテッドは、 FC バルセロナへの移籍を望んでいたが、ベッカムはレアルマドリードを選択し、4年間の契約を結んだ。移籍金は約3500万ユーロだとされている。手続きは2003年7月1日に完了し、ローリー・カニンダム、スティーブ・マクマナマインに続いて、レアルマドリードでプレーするイギリス人のサッカー選手となった。マンチェスター・ユナイテッドと、 イングランド代表では7番をつけていたが、クラブのキャプテンであるラウル・ゴンサレスがつけている背番号であったため、7番を選ぶことはできず、23番を選択した。その選択の理由は、尊敬するバスケットボール選手のマイケル・ジョーダンがつけていた番号であるからだと報道された。ロサンゼルス・ギャラクシーへの移籍会見時には、背番号はマドリード時代と同じ23が良い。 マイケル・ジョーダンを尊敬しているし、アメリカでは特別な番号だと語った。しかし、後に本人が、空いている番号で、どれでも良かったと語っている。2003から04シーズン、レアル・マドリードは4位でシーズンを終了し、チャンピオンズリーグでも準々決勝で敗退したが、ベッカムは開幕戦でのゴールを含め、最初の公式戦16試合で5得点を挙げ、 すぐに、サポーターのお気に入りとなった。しかし、リーグか、チャンピオンズリーグのいずれかのタイトルを獲得することを、望んでいた会長の期待には、応えることはできなかった。また、このシーズンからは、チーム事情により、センターハーフでのプレイが主だった。2004から05シーズン、チームは無冠に終わる。移籍後は主に、センターハーフでプレイしていたが、冬に、 トーマス・グラベセンが加入したことと監督であった、バンデル・レール・シェンブルゴとルイス・フィーゴの確執に伴い、2005年に、入ってからはフィーゴに代わって、右サイドハーフとして出場する機会が増えた。右サイドで出場した2005年のエル・クラシコでは、マイケル・オーレンへのアシストを含めにアシストを記録し、移籍後最高のパフォーマンスと称される活躍をして、4から2の勝利に貢献した。 その後も右サイドハーフとして、出場を続け高パフォーマンスを披露し、リーグで最も多くのアシストを記録した選手となった。2005から06シーズンは、フィーゴの遺跡に伴い右サイドハーフに定着したが、優勝したバルセロナに12ポイント差をつけられての2位に、終わり、チャンピオンズリーグでは、アーセナル FC に、決勝トーナメント1回戦で敗れた。ウォーミングアップをする、 ベッカム2006から07シーズンは、監督に就任したファビオカペッロの好みにより、当初は、スターティングメンバーで出場したが、ベッカムが、スターティングメンバーとして出場した、最初の9試合で、レアルは7ポイントを落とし、スピードのある新加入選手のホセアントニオレジェスに、右サイドのポジションを奪われた。2007年1月10日、長引いた、交渉の末に、 スポーツディレクターを務めていたプレドラグミアトビッチはシーズン終了後にクラブを去ると発表したが、あれは誤訳であり、実際には最高賞はまだ始まっていないと言ったのだと主張した。しかし、1月11日にベッカムはレアルマドリードを離れ、特別指定選手制度を使用してメジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーへ移籍することが明らかになり、 翌日の MLS のスーパードラフトの際に公式な記者会見が開かれた。ベッカムは、ロサンゼルスキャラクシーと7月1日からの5年間の契約を結んだと発表した。1月13日にカペッロは、ベッカムは練習は続けるが、レアルマドリードでの最後の試合を得たと述べ、今後の試合では起用しないことを示唆した。 しかし、常に練習を懸命に行う彼の姿を見て、ラウルやグティがカペッロに出場を懇願し、チームも低迷していたこともあり、カペッロは2月10日のレアルソシエダ戦のメンバーに招集し、ベッカムはゴールを決め、チームも試合に勝利した。その後、ベッカムは、高パフォーマンスを披露し、レジェスからポジションを奪い返した。ベッカムの最後のチャンピオンズリーグ出場となったのは、 2007年3月7日のバイエルン・ミュンヘン戦であり、本戦出場数通算103試合は、当時3番が目に多い記録であった。2007年6月17日、ベッカムはレアル・マドリードでの最後の試合となったマジョルカ戦に出場、チームは3から1で勝利した。足を痛めたベッカムと交代で出場したレジェスが、2得点を挙げ、ベッカムは、 クラブ加入以来初めてリーガエスパニョーラのタイトルを獲得した。シーズン終了後、レアル・マドリードはベッカムのロサンゼルス・ギャラクシーへの移籍を解消するために交渉していると発表したが、ギャラクシー側が拒否したため試みは失敗に終わった。レアルでのキャリア終了の1ヶ月後にアメリカの経済誌、フォーブスはベッカムは広告党として クラブのグッズ販売に貢献し、在籍4シーズンで6億ドルにも上る売り上げを記録したと報じた。ベッカムがレアル・マドリードとの契約延長にサインせず、アメリカ・ロサンゼルス・ギャラクシーへの移籍を発表した際、レアルのカルデロン会長は、マドリー市内の大学の講義で、チーム内の避難発言を繰り返した。その中で、ベッカムは、アメリカ以外の、どのチームからもオファーはなかった。 彼はアメリカに行って何にでもなれるだろうと発言し発言を録音していた学生からラジオ局に流れ大問題に発展したしかし実際は AC ミランやイングランドの複数のクラブからオファーがあったことが後に明るみに出て会長はミーティングの席でベッカムに謝罪したまたこの一連の騒動に関してシーズン終了後に元チームメイトであるジダンは レアル・マドリードは重大なミスを犯した。ベッカムを手放したことで、来シーズン代わりの選手を探さなければならない。まあ彼と同等の選手を探すことは、不可能に近いだろうけどねと語っている。ギャラクシーでキャプテンを務めるベッカム・ベッカムと、ロサンゼルス・ギャラクシーとの契約は2007年7月11日に結ばれ。 13日にホームデポセンターでギャラクシーへの入団発表が行われた。ベッカムは23番を選び、入団発表前にすでにギャラクシーのレプリカユニフォームの販売枚数は25万枚以上の記録的な販売数になっているとの報道がなされた。ギャラクシーでのデビュー戦は7月21日に行われたワールドシリーズのチェルシー FC 戦であり、 零から一で敗れたが、ベッカムは78分から出場した。8月9日の DC ユナイテッド戦に途中出場し、リーグデビューを果たした。翌週のスーパーリーガ準決勝の DC ユナイテッド戦はで初めて、スターティングメンバーとして出場し、キャプテンを務めた。試合中にイエローカードをもらいはしたものの、前半にフリーキックから初ゴールを決め、後半には、 ランドン・ドノバンの得点をアシストした。チームも2から0で勝利し、8月29日のパチューカとの決勝戦に進むことになった。決勝戦でベッカムは右足の膝を負傷し、MRI を行った結果、内側側副人体の損傷であることが判明し、その後6週間チームから離脱することになった。チームに復帰したのはシーズンの最終戦であった。 10月21日に行われたシカゴファイヤーとの最終戦で途中交代で出場したがチームは0から1で敗れプレイオフに進出することはできなかったデビューシーズンはリーグ戦5試合を含め8試合に出場リーグ戦では得点を挙げられなかったが2アシストを記録した2008年1月4日からギャラクシーのプレーシーズンが始まるまでの3週間 アーセナルの練習に参加した。リーグ戦初得点は、4月3日の3のゼ・アースクエイクス戦の前半9分に決めたものであった。5月24日のカンザスシティウィザーズ戦で3から1で勝ち、チームは西カンファレンスの首位に浮上した。その試合の終了間際に、ベッカムは1996年に決めたゴールと同じような位置から、 無人のゴールにシュートを入れた。しかし、ギャラクシーは、最終的に、カンファレンス6位の成績に終わり、プレイオフ進出を果たすことはできなかった。2009年シーズンは、AC ミランとのレンタル契約延長のため、シーズンの前半を欠場し、そのために2009年7月19日に行われた、AC ミランとの親善試合で、ファンから、詐欺師などとブーイングを浴びるなど、 チームに復帰したベッカムをよく思わないファンもいたが、ギャラクシーは近年で最も良いシーズンを送り、ベッカム復帰後にチームは西カンファレンスの3位から首位に浮上した。ベッカムはチームの中心選手として活躍し、MLS カップではヒューストンダイナモを2から0で下し、決勝進出を果たした。2009年11月22日に行われた。 決勝のレアルソルトレイク戦ではベッカムもフル出場をしたが延長戦を終えても1から1のまま決着はつかず PK 戦の末に4から5で敗れたレンタル移籍中のミランでプレーするベッカムワールドカップの予選は MLS のシーズンオフにも行われるためベッカムはファビオカペロを率いるイングランド代表でプレーするためのコンディションを維持するために ヨーロッパに戻るのでないかとの噂が流れ、2008年10月22日に AC ミランは2009年1月7日からベッカムがレンタルで加入すると発表した。様々な憶測がなされたが、ベッカムは MLS を去る意思はなく、2009年3月の開幕にはギャラクシーに戻ると明らかにした。一部からはマーケティング目的の遺跡であると揶揄されたが、 ミランはチームを強化するために必要な遺跡であると主張した。7番と23番はすでに他の選手がつけていたため、ベッカムは32番を選んだ。メディカルチェックを終えたベッカムは、クラブの医師から38歳になる5年後まで、サッカー選手としてプレーすることが可能だと告げられた。2009年1月10日の2から2で引き分けた AS、ローマ戦で、 スターティングメンバーとして89分まで出場し、セリエデビューを飾り、4から1で勝利した1月25日のボローニア FC 戦で初ゴールを決めた。3月には、ミラノからロサンゼルスへ戻ることになっていたが、ベッカムは最初の4試合で2ゴールを挙げ、数アシストを記録するなどの活躍をすると、ミランに残りたいと希望し、ミランもベッカム残留のために、 数百万ドルを支払う意思があるとの報道がされた。2月4日には 2010FIFA ワールドカップでイングランド代表としてプレーするためにもベッカムはミランに完全移籍することを求めていることが明らかになったがミランの提示した1000から1500万ドルの金額はギャラクシーのベッカムへの評価に見合う額ではなかった。しかし交渉は1ヶ月間続き 3月2日のロサンゼルスタイムズは、ベッカムの移籍期間は7月中旬まで延長されたと、報じ、ベッカムも7月中旬から2009年の MLS のシーズン終了まで、ロサンゼルスギャラクシーでプレーをすると話した。2009年11月、2010年1月から、再びレンタルで AC ミランに加入することが明らかになった。セリエ A に復帰して、 初めて迎えた2010年1月6日に行われた、ジェノア CFC 戦にスターティングメンバーとして75分間出場し、チームも5から2で勝利した。2010年2月16日には2003年にクラブを離れてから、初めてマンチェスターユナイテッドと対戦し、ベッカムも76分間プレーしたが、チームは3シーロで行われた。 チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦のファーストレグを2から3で落とした。2010年3月10日、ベッカムはセカンドレグの試合のためにミランの選手としてオールドトラフフォードに帰還した。スターティングメンバーからは外れたが交代で64分から出場するとファンからは温かい歓迎を受けた。オールドトラフォードでマンチェスターユナイテッドと 対戦するのは、初めての経験であったが、クロスとコーナーキックからチャンスを演出した。しかし、チームは0から4で敗れ、トータルスコア2から7で1回戦敗退となってしまった。その後に行われた AC キエーボベローナ戦には、スターティングメンバーとして出場したが、アキレス腱断裂の重傷を負ってしまった。2010年3月15日に、 フィンランドのトゥルクで盛りオラバ医師の手術を受け、手術を終えたオラバは、現段階では全てうまくいっている。と、述べた。ロサンゼルスギャラクシーでプレーする、ベッカム2009から10シーズン終了後は、ロサンゼルスギャラクシーに復帰し、怪我が感知した9月11日には実戦にも復帰。2得点を挙げるなど、ギャラクシーの地区優勝とサポーターズシールド獲得に、貢献した。 シーズン終了後の2010年12月、当時プレミアリーグトッテノムの監督であったハリー、レドナップがベッカムに興味を示していると報じられ、1月にはミランと同じように期限付き遺跡での加入が目前とも報じられたが、保険の問題で破断となった。しかしレドナップはベッカムがチームに良い,い影響をもたらすとの判断から練習への参加を打診し、ベッカムと ギャラクシーもこれを受諾した。2012年11月19日、シーズン限りでのロサンゼルスギャラクシー対談が発表された。2013年1月31日の移籍期限日を前に移籍のためのメディカルチェックをパリ・サンジェルマン FC と行っていることが明らかとなった。その日の午後に5ヶ月間の契約を結んだことが 発表され、合わせて受け取る年俸はすべて地元の子供のための事前団体へ寄付する意向であることが発表された。2013年2月24日に行われたオリンピック丸声優戦で76分から交代で出場し、デビューを飾ったベッカムはパリ・サンジェルマンでプレーした400人目の選手となった。2013年5月12日、パリ・サンジェルマンは オリンピックリオンを1-0で下しリーグ優勝を決め、ベッカムは自身にとって異なるトップリーグで4度リーグ優勝を経験することになった。2013年5月13日、2012から13、シーズン終了後に現役を引退することを発表した。2013年5月18日に行われたホームのスタッドブレスト29戦が最後の出場となり、 ユニオンジャックカラーの特別仕様のスパイクが用意され、ベッカムはキャプテンを務めた。試合では、ブレイズ・マテュイディのゴールをコーナーキックからアシストし、80分に退く際には、選手と監督から抱擁され、ファンからはスタンディングオベーションで称えられた。試合は3から1でパリ・サンジェルマンが勝利を挙げた。 イングランド代表でキャプテンを務めるベッカム1990年9月1日に行われたワールドカップ予選のモルドバ戦で A 代表デビュー。その後の予選の試合にも出場を続け、1998FIFA ワールドカップを戦うイングランド代表のメンバーに選出された。監督を務めていたグレンホドルが大会に集中できていないと判断し、最初の2試合は、 スターティングメンバーから外されたが、3戦目のコロンビア戦で、スターティングメンバーに抜擢されると、フリーキックからゴールを決め、2から0の勝利に貢献した。このゴールは、ベッカムの代表初ゴールであった。しかし、決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦、ディエゴ・シメオネに報復攻撃を加え退場処分となり、また、チームも PK 戦の末に敗退したこともあり、 デイリー・ミラーに、10ヒロイック・ライオンズ・ワン・スチューピッド・ボーイという標語を付けられ、先犯として、メディアを含め多くの批判を浴び、ベッカムは、死の脅迫をも受けた。ベッカムへのファンによる批判が、ピークに達したのが、2から3で敗れた、ユーロ2000のポルトガル戦である。サポーターは試合を通して、ベッカムにブーイングを浴びせ続けたが、ベッカムはそれに対して、右手の中指を立てて答えた。 その行為もまた非難されたが、かつて彼を批判していた新聞社は読者に対し、もう、ベッカムを批判するのは止めるようにしようと求めた。2000年11月15日、10月に監督を辞任したケビン・キーガンの後を継いだ、ピーター・テイラー監督にキャプテンに指名され、続いて監督に就任したスベン・ゴラン・エリクソンの下でも、キャプテンとしてプレーし続けることとなった。 ベッカムは5から1で勝利したドイツ戦を含めワールドカップ最終予選で活躍を続けた。ギリシャ戦では1から2とリードされている後半ロスタイム同点となるフリーキックを決めイングランドをワールドカップ出場へと導いた。これらの活躍を通してベッカムがブーイングを浴び批判されるようなことはなくなった。その年は BBC スポーツパーソナリティ・オブ・ザ・イヤーを受賞し、FIFA 最優秀選手賞では2位に選ばれている。怪我から回復し、2002FIFA ワールドカップ初戦のスウェーデン戦に出場を果たし、アルゼンチン戦では PK からゴールを決めた。イングランド代表は準々決勝でブラジルに敗れ、ベスト8で大会を後にした。ベッカムは翌月にマンチェスターで開催された。 コモンウェルスゲームズの開会式に参加した。ユーロ2004にもイングランド代表として出場したが、1から2で敗れた。フランス戦で PK を失敗したほか、準々決勝のポルトガル戦の PK 戦でも最初の、キッカーとして外してしまうなど活躍することは、できなかった。2004年10月4日のウェールズ戦で、ベン・サッチャーにファウルを犯し、イエローカードを受け、 累積で次戦のアゼルバイジャン戦は出場停止となった。ベッカムは試合中に暴れ骨を負傷していることに気づき、次の試合には出場できないことを悟り、イエローカードをもらうために意図的にファウルを犯したと明かした。イングランドサッカー協会は調査に乗り出し、ベッカムは重大な過ちを犯してしまったと認め謝罪をした。 2005年1月にユニセフ親善大使に任命された。また、ロンドンでの開催を目指すオリンピックの誘致活動に参加し大きな貢献をした。2005年10月に行われたオーストラリア戦で退場し代表キャプテンとして初めて退場処分を受けた選手となり、イングランド代表として2度退場した初めての選手にもなった。2006年6月10日、 イングランド代表にとっての 2006FIFA ワールドカップ初戦であるパラグアイ戦ではベッカムのフリーキックがカルロス・ガマーラのオーンゴールを招き1から0で勝利した6月15日に行われた2戦目のトリニダード・トバゴ戦では83分にベッカムのクロスからピーター・クラウチのゴールが生まれ終了間際にはスティーブン・ジェラードのゴールもアシストした 試合は2から0で勝利し、大会スポンサーのバドアイザーが選出する、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。決勝トーナメント1回戦のエクアドル戦では、59分にフリーキックからゴールを決め、イングランド代表選手として、ワールドカップ3大会で得点を挙げた初めての選手となり、試合も1から0で勝利し、準々決勝進出を果たした。 ベッカムは試合前から体調が悪く、体調不良と脱水症状に陥った結果、得点後もプレーを続けたが、試合中に数回落とした。準々決勝のポルトガル戦では、怪我のために52分で交代し、試合は延長戦を終えても0から0のままで、PK 戦の末に敗れた。交代後ベッカムは、プレーできないことから目に見えて落胆しており、ベンチで涙を流した。 ワールドカップ敗退後の翌日、記者会見で代表キャプテンを知り添くとの声明を出した。キャプテンとして代表を率いることはとても名誉な特権であり、代表では95試合に出場し、58試合でキャプテンを務めたが、チームはスティーブ・マクラーレン監督のもとで新しい時代を開こうとしている時で、キャプテンマークを譲り渡すのが正しい選択であると考えている。 述べた。その後ジョン・テリーが、キャプテンに就任した。キャプテン辞任後の2006年8月11日、スティーブ・マクラーレンは初めて代表を招集したが、ベッカムはメンバーから外れ、マクラーレンは、チームは、新しい方向に進もうとしており、そこにベッカムは含まれていない。と、述べた。ただし、将来的には呼ぶ、可能性があると話した。ベッカムに代わって、 ワールドカップのメンバーであったショーン・ライト・フィリップス、キーラン・リチャードソン、アーロン・レノンが起用されたが、マクラーレンは、最終的に右サイドは、スティーブン・ジェラードに任せた。ジョン・テリーへのアシストとなる、フリーキックを蹴るベッカム2007年5月26日、マクラーレンは監督就任後に初めて、ベッカムを招集し、新しいウェンブリースタジアムで行われたブラジルとの、 親善試合にスターティングメンバーとして出場し、後半にジョン・テリーのゴールをアシストするなど、良いパフォーマンスを見せた。イングランドが勝利するかに思われたが、ジエゴの終了間際の得点により、1から1の引き分けに終わった。続くユーロ2008予選のエストニア戦にも出場し、代名詞とも言えるクロスから、マイケル・オーエンとピーター・クラウチのゴールをアシストし、 3から0の勝利に貢献した。ベッカムは2試合で決まったゴールのうち3ゴールをアシストし、マクラーレイも今の彼以上の右サイドの選手は世界中探してもいないと評価を改め、MLA 追跡後も代表でプレーし続けたいというベッカムの願いは実現することになった。2007年8月22日に行われたドイツとの親善試合に出場し、初めて ヨーロッパ以外のクラブチームに所属しながら代表でプレーした選手となった。2007年11月11日のクロアチアとの試合に途中出場し99キャップ目を記録するとピーター・クラウチの2から2となるゴールの起点になったが2から3で敗れイングランドはユーロ2008の出場権を逃してしまった。しかしベッカムは代表引退はせずに これからも代表でのプレーを続けるとの意向を示した。その後、レアルマドリード在籍時に監督を務めていた、ファビオ・カペッロが監督に就任した。ウ人ンとなるスイスとの親善試合に出場すれば100、キャップ目となるが、ベッカムは3ヶ月間試合に出場していないために、体力面に問題があるとして、メンバーには加えなかった。2008年3月20日、カペッロは、 26日のフランスとの親善試合に向けたメンバーにベッカムを召集した。ベッカムはスターティングメンバーとして試合に出場し、イングランド人として100キャップを記録した5人目の選手となった。カペッロは前日の会見でベッカムをフランス代表戦に起用すると明言し、将来的なことはこれから考えると話していた。 2008年5月11日、カペルロア28日に、ウェンブリーで行われるアメリカとの試合と、6月1日に、アウェー行われる試合に臨む代表メンバー31名を発表し、ベッカムもそこに含まれた。試合前にベッカムは100キャップを記念した金色の帽子を贈られ、サーボビー・チャールトンから渡された時には、監修は、スタンディングオベーションで叩えた。試合では、 決勝点となったジョン・テリーのゴールをアシストし、後半から交代で、デビッド・ベントリーが、ピッチに入った時に、監修は、その交代に対して、ブーイングを送った。6月1日のトリニダード・トバゴ戦では、カペッロはベッカムをキャプテンに指名し、ベッカムは、ワールドカップ以来、2年ぶりに、キャプテンとして、試合に出場した。 ワールドカップ予選のベラルーシ戦で87分から出場し107キャップを記録し、歴代3位の出場数となり、2009年2月11日に行われたスペインとの親善試合では、スチュワート・ダウニングに代わり後半から出場代表108キャップ目を記録し、ボビー・ムーアの持つフィールドプレイヤーとしての最多出場数の記録に並び、 イングランド代表歴代に位体の出場数となった。2009年3月28日のスロバキアとの試合に途中出場し、ムーアの記録を更新し、試合ではウェイン・ルーニーのゴールをアシストした。2009年6月10日のアンドラ戦でスターティングメンバーとして100試合目の出場を果たした。2010FIFA フフワールドカップは、 怪我により、選手として出場する機会は、逃すことになったが、2010年5月14日に、ワールドカップに臨むコーチ陣と選手の間を取り持つ、役を担いチームに帯同することが発表された。2012年のロンドンオリンピックでは、オーバーエージ枠での代表入りは叶わなかったが、直前まで、ロンドン五輪新前大使として活躍した。開会式当日は、 女子サッカー U17 代表のジェード・ベイリーを乗せた高速ボートの操縦士を務めテムズ川を失踪。主競技場近くの船着き場でスティーブ・レッドグレーブに成果を手渡す際もアシストをした。少年時代、天才サッカー少年としてテレビで紹介されたことがある。ユース時代にはチームで一番ヘディングが強かったという。幼少の頃からマンチェスター U の試合を 必ずと言っていいほど清掃で観戦し、かなりの敬意を表していた。また、欧州に遠征してきた日本代表と対戦した時は、ジーコ監督に、小さい頃からファンだったと試合前に清掃をして、挨拶に行ったこともある。ロンドン近郊、イーストロンドンレートンストーン育ちのため、エセックスまりの下町言葉を話す。趣味は切手集めとテディベアのコレクション。 オークションで1800ポンドのテディベアをイベで購入したことが英国の BBC ニュースで流れたことがある。またオーダーメイドでバイクを注文するなどバイク好きで知られている。2002年に一ワールドカップ開催数ヶ月前の4月にベッカムは左足の台に中足骨を骨折したが高圧酸素カプセルによる治療もあり出場に間に合った。まだ 日本で馴染みがなかったこの器具は当時ベッカムカプセルと呼ばれることもあったロンドンにあったサッカースクール2005から06シーズン途中カリフォルニアとイーストロンドンにサッカーアカデミーを設立し2006年の英国文学賞の審査員に選ばれた2006年自身が脅迫性障害であることをメディアに告白した2015年ピープル氏が選ぶ この世で最もセクシーな男に選ばれる。2017年の映画キング・アン・アッサーで俳優デビューした。ガイ・リッチー監督はその演技を高く評価したが、ファンやエメディアからはビクトリア夫人の歌声に例えられて酷評された。2019年、彼はスマートフォンのながら運転の罰則により、6ヶ月の免許停止の処分を受けた。 1997年にビクトリア・アダムズがマンチェスター・ユナイテッドの試合の観戦に訪れた後に交際が始まった。スター二人の交際関係はメディアの多くの注目を集め、このカップルはポッシュベックスと呼ばれた。1999年7月4日にアイルランドにあるルトレスタウン・キャッスルで式を挙げ、二人は結婚した。二人の間には 息子が三人、娘が一人いる。ブルックリン・ジョセフ・ベッカム、ロメオ・ジェームズ・ベッカム、クルス・デイビッド・ベッカム、ハーパー・セイブン・ベッカム。2014年11月、長男・ブルックリンがアーセナル FC と契約、次男・ロメオとサンラン・クルスもアーセナルのユースチームに所属している。ブルックリンは2015年にアーセナル U-18 にも招集されるなどしたが、 契約延長に至らず、2014から2015シーズンをもって退団した。その後は、父親のキャリアの原点である、マンチェスターユナイテッド加入なども報じられたが、引退を選択している。その年の11月14日に行われた、ユニセフ主催のチャリティーマッチでは、父、デビッドと共に、イギリス・アイルランド合同チームの一員としてプレーし、 ピッチ上で親子共演を果たした。12月にはブルックリンに続き、次男のロメオも引退する意向を両親に伝えたと報じられている。2016年、三男のクルーズがジャスティン・ビーバーなどのマネージャーであるスクーター・ブラウンとマネジメント契約を結び、オフィシャルインスタグラムを開設。If Every Day Was Christmas で歌手デビューを果たす。ベッカムの体の各所には、 妻や子供たちの名前がタトゥーとして刻まれている。サワンには、インドのヒンディー語等の言語で使用される、デーバナーガリー文字で、ビヒクタリアと彫られている。デーバナーガリー文字には、C の音を表す文字がないので、代わりに、K が用いられる。A 単語の語尾の A が、やに変わるのは、インド英語の特徴である。B は、スペル間違いである。脇腹には、論語の一節。 死傷命、復帰財天と掘られている。2015年、アメリカの経済誌フォーブスは、デビッド・ベッカムの去年の年収は、約5080万ポンドであったと発表した。2012年の3460万ポンドから、さらに1500万ポンドもの増収を上げている。現役を引退した、スポーツ選手の長者番付では、マイケル・ジョーダンに続き、ベッカムが2位につけている。 2011年5月、a サンデータイムズ氏がお金持ちリストを発表し、ベッカム夫妻が総資産1億6500万ポンドで1位になった。デビッドは、ロサンゼルスギャラクシーから2年間で5600万ポンドの契約を結んでいるほか、2012年のロンドンオリンピックでサムスンのブランド大使を務める契約をしており、相当な額になっているという。さらに妻、 ビクトリアのファッションブランドからも収入が入るため、今後も、ベッカム家の資産は増え続けることになりそうだという。ベッカムがロンドンに所有している邸宅は、ベッキンガム宮殿と呼ばれることがある。これは、バッキンガム宮殿をもじったもの。高級住宅街があることで知られるハートフォードシャーに位置しており、ロンドン中心部から車で1時間程度の場所にある。 約9万7千平方メートルの敷地面積がある。2007年4月に、家族は、ベッカムのロサンゼルスギャラクシー遺跡を踏まえて、ビバリーヒルズに、イタリア風ビラを購入した。この建物は2200万ドルで、近くには、トム・クルーズや、ケーティ・ホームズ、ジェーレノの家があり、街を一望できる丘の上に立つゲーテッドコミュニティである。2018年10月には、 この、ロサンゼルスの豪邸を3300万ドルで売却し、差額1100万ドルの利益を得たと報道された。報道によれば、ロサンゼルスギャラクシー対談後ロンドンで過ごすことが多くなった上、ベッカムは、マイアミで新たに、インテルマイアミ CF を立ち上げ、マイアミを頻繁に訪れるようになったため、一家は、マイアミビーチのフィッシャーアイランドで新居を探しているという。 ありがとうございます。